体験は可能だというふうに思います。跳馬、続いて日大の畑田です。広島の総督高校出身、尻餅、そしてラインの、そうですね、手前になりますか、オンラインぐらいですかね。オンラインですと減点になります。なります、はい、はい、あのインカレで学生の一番大きな大会で個人総合優勝しましてね、はい、それからもう自信めいたものを感じますよね。日大4年、さあ今の着地はどれぐらいの減点になるでしょうかね。ちょっと足が回ってないですね。やはりついてますね、はい、距離はクリアしてるたように見えたんですけどね。あの前に行くんじゃないかという意識やはりちょっと強すぎたかも分かりません。その辺はあの跳馬の矛盾する動きをですね、遠くには行きたい、高くは行きたい、そして止まらなくてはいけないという、特に馬を背にして着地するということは非常にこう着地を取りづらいんですね。そうでしょうね。もう半分ひねりますとね、マット止まるところが場所が見えますから比較的踏ん張りやすいんですけどね、はい、